300億円規模の海外商談まで、もう時間がない。時計の針を見つめる俺の額には、冷や汗が伝う。大手取引先の本社ビル、最上階の会議室前で、事態は急転していた。営業部長が、いつもの凛とした態度とは打って変わって、慌てている。通訳の方が突然体調を？ええ、山田さん。今朝まで大丈夫だったのに、突然の発熱で。300億という大きな商談に挑むはずだった通訳が不在。その知らせを受けた途端、部屋の空気は一気に張り詰めた。でも、英語なら、俺にもできるはずだ。社長をお抱えの運転手である俺が、手を挙げる。もしよければ。そう切り出した瞬間、会議室のドアが開く。取引先の重役人が姿を現した。もう時間がない。そうだった。あなたそういえば。営業部長が何かを思い出し、俺の手を取る。急転換の場面において、一階の運転手の場違いな登場が、予想だにしない結末を巻き起こすのだった。俺の名前は、渋谷誠一、32歳。俺は明日、人生を変えるとある面接を控えている。今の俺は、コンビニの夜勤とタクシーの配車係を掛け持ちして、母の治療費を工面する日々。履歴書に書けない肩書きばかりだが、生活のためには選んでいられなかった。明日の面接は、久しぶりに掴んだチャンス。もし採用されれば、安定した収入で母の治療費も払える。バイトを転々とする生活からも抜け出せるかもしれない。洗いたてのスーツをクリーニング店から受け取り、明日に備えるべく、夕暮れの繁華街を小走りで通過していると、前方から、女性の声が聞こえてきた。ちょっと、ついてこないでよ。振り向くと、高級ブティックの前で、スーツ姿の女性が数人の男たちに囲まれていた。長い黒髪を揺らし、ブランド物と思われるバッグを胸元で懸命に抱えている。へへ、そう言わずに付き合いなよ。俺この辺りにいい店知ってるんだ、おごるよ。見るからに酔っ払った男たちが、彼女の周りをぐるりと取り囲んでいる。俺は普段、こういった揉め事には首を突っ込まないようにしている。明日の面接のことを考えれば、なおさらだ。だが、すみません。気づけば、俺の足は女性の元へと向かっていた。ゆり、探したよ。自然な足取りで、女性の横に立ち、軽く会釈をする。酔っ払いたちは、突然現れた俺に怪嫌な顔を向けた。え？お前、この人の彼氏か何か？兄ですが、妹に何か。俺は丁寧な言葉遣いを保ちながら、毅然とした態度で返す。女性は俺の意図を察したのか、すぐさま演技に乗ってきた。ごめんお兄ちゃん。待ってるの暇で、ブラブラしてたの。彼女は、俺の腕にそっと手を添え、安堵の表情を浮かべる。その仕草は自然で、適応力の高さに感服する。おい、マジかよ。ち、つまんねえな。男たちは不満げな表情を浮かべながらも、諦めたように立ち去っていった。その姿が見えなくなるまで、俺たちはその場に佇んでいた。ありがとうございました。男たちが完全に視界から消えると、彼女は俺の腕から手を離し、深々と頭を下げた。街灯に照らされた横顔は、思っていた以上に整っていて、思わず見とれてしまう。お礼をさせていただけない？彼女は、高級ブティックの方を指差しながら言った。確かに、この辺りは一流店が立ち並ぶ通りだ。どの店も、俺には縁のない価格帯のものばかり。いえ、名乗るほどのことじゃありません。俺は軽く手を振りながら、その申し出を断った。明日の面接のことを考えると、これ以上この場に留まるわけにはいかない。でも、すみません。この後予定があって、それではお気をつけて。俺は彼女の言葉を遮るように告げ、背を向けた。後ろから彼女の視線を感じたが、振り返ることなく足早に立ち去った。翌朝、渋谷誠一様ですね。こちらへどうぞ。受付で名前を告げてから10分ほど待っていると、総務部らしき女性社員が現れた。ここは、創業以来70年の歴史を持つ、泉グループの本社ビルだ。電気、化学、建設と、多岐にわたる事業を展開し、年商1兆円を超える日本有数の総合商社である。世界各国に拠点を持ち、
大型の海外取引も手掛けている。今回俺が挑むのは、車両部の運転手としての採用面接だ。高層ビルの最上階に位置する応接室まで案内されながら、俺は少し緊張を覚えていた。応接室で待っていると、ドアが開かれる。その瞬間、俺の目が見開かれた。あ、小さな驚きの声が漏れる。昨夜、繁華街で助けた女性が、そこにいたのだ。社長の隣で、向こうも俺のことを信じられないような目で見ている。おや、二人は知り合いかな。社長が不思議そうに娘を見る。彼女は一瞬困惑した表情を浮かべたが、すぐに取り繕った。いいえ、お初にお目にかかります。その場の空気を読んだ俺も、はい、はじめまして、と返した。面接は滞りなく終わり、会社を出る。すると、例の彼女が待ち構えていた。あの、昨日は本当にありがとう。どうも、やっぱり昨日の方ですよね。驚きました。彼女は周りを気にしながら、小声で話しかけてきた。父には内緒にしてもらえない？実は夜の外出を禁止されていて。困惑した表情で懇願する彼女。俺は首をひねる。父。あ、ここの社長は、私の父なの。ああ、そういうことでしたか。役職持ちなのだろう。だから面接に同席していたのか。わかりました。俺はうなずいた。ありがとう。じゃあこれ。彼女は小さなバッグの中から折りたたまれた札束を取り出した。俺は思わず後ずさった。え？口止め料よ。あなたなかなか素敵な人だったから、これくらいは当然でしょ？お礼も兼ねてね。彼女は満面の笑みを浮かべながら、まるで当たり前のように札束を差し出してくる。その仕草には、これまで何でもお金を使って解決してきたのだろうという慣れが見えた。いりません。俺は思わず声を荒げていた。彼女は少し驚いたような表情を浮かべる。どうして？父には黙っててもらうし、お礼なんだから受け取ればいいのに。お金なんかいりません。わざわざ社長に告げ口する必要がそもそもありませんから。それにあなたを助けたのは、ただそうすべきだと思ったからです。それ以上でも、それ以下でもない。見返りなんて求めていない。お金なんかって。高級ブランドの財布を胸元で抱きしめる姿は、まるで自分の価値観を一生懸命に守ろうとしているようにも見える。あなた、わかってないわ。これはね、私の気持ちなの。気持ちを受け取らないなんて、失礼じゃない？その言葉に俺は我慢ならなかった。目の前の彼女は本当にわかっていないのだ。失礼ですか？失礼なのは人の善意をお金で片付けようとする。そのあなたの考え方じゃないんですか？困っている人を助けたくてそうしただけなのに、なぜそれを値踏みしようとするんです？え？人の気持ちはお金じゃ買えないんです。少なくとも俺の気持ちは。泉さんの目がかすかに揺れる。だが、すぐに強がりの表情に戻った。そんな大げさね。世の中、お金で解決できないことなんてないわ。夢も才能も、チャンスも、全部お金が作り出すのよ。あなたも、いい歳して運転手の面接なんか受けてるんでしょ？お金に困ってるんじゃない？泉さんは、まるで正論を解くかのように言い放つ。お金には、確かに力がある。俺は静かに。しかし、確かな声で言った。でも、それは諸刃の剣なんです。人の心を失わせ、大切なものを見えなくさせる。俺は、もう二度と、お金の奴隷にはならない。その瞬間、背後から声が響いた。ユリー、こんな場所でみっともない話をするんじゃない。振り向くと、そこには泉社長が立っていた。泉さんが、わかりやすく驚いている。お父様。社長はため息をついた。さっきの会話、すべて聞こえていたぞ。その、しどろもどろになる泉さんを、社長は厳しい眼差しで見つめた。お前の行動はすべて把握している。今さら取り繕っても無駄だ。はい。肩を落とす泉さんは、まさしく、親から叱られた子供そのものだった。先ほどまでの高飛車な雰囲気はどこへやら。説教は後にするとして、渋谷君。社長は俺に向き直る。その眼差しには、先ほどの面接時とは違う、何か温かいものが宿っていた。君を採用しよう。
え？俺と泉さんが同時に声を上げる。君のような誠実な人物はぜひ欲しい。お金では買えない誠実さってやつがね。ああ、ありがとうございます。その日の夜、やっと新しい生活への一歩を踏み出せるという安堵感から、久しぶりに心から眠ることができた。面接のためにと、これまでシフトを調整してくれていた各バイト先にも、丁寧に退職の挨拶をする。ようやく、落ち着ける場所が見つかったんだね。コンビニの店長は、そう言って背中を叩いてくれ、涙がこぼれそうになった。それから一週間が経った。今日から俺は、泉親子のお抱え運転手として働くことになる。記念すべきは娘で、営業部長の泉さんを、自宅から会社へ送り届けることになっている。おはよう、渋谷くん。おはようございます。今日からよろしくお願いいたします。俺が腰を折って頭を下げると、ぷっと笑われる。やだもう。今更そんな仰々しくしなくていいのに。しかし。いいからいいから。気楽にね。私たち歳も近いし、気を使わなくていいわよ。そう言って、彼女は後部座席に座る。俺はわかりました、とうなずいて、車を出発させた。渋谷くん？はい。俺に話しかける泉さんは、どこか声が硬い。あのね、この前、口止め料とか言って失礼なことをして、本当にごめんなさい。バックミラー越しに映る彼女の表情は、心からの謝罪の色を帯びていた。気にしないでください。いえ、気にして。私、お金があれば何でもできると思い込んでいた。でも、あれからあなたに言われた言葉をずっと考えていて、気づかされたわ。私が間違ってた。いいんです。俺も言い過ぎましたから。信号待ちで車が止まる。改めて自己紹介させて。私、泉ゆりです。え、ゆりさん？思わず俺はつぶやいていた。ゆりって。ハンドルを握る手に力が入る。泉さんは柔らかな笑みを浮かべていた。そう。あの時あなたがとっさに呼んでくれたゆりって、私の本名だったのよ。そうだったんですね。運命みたいよね。あの時から、きっと私たちって何かの縁があったのかも。そうですね。その言葉に、俺も思わず微笑んでしまう。確かに、この出会いには何か運命めいたものを感じる。名前、ゆりって呼んで。名字じゃ、父と混同してややこしいでしょ。ゆりさん。え、よろしくね。その後、会話は自然と弾んでいった。毎日の送迎の時間が、だんだんと楽しみになるほど。彼女とは、たくさんの言葉を交わした。渋谷くんって、不思議な人ね。ある日、ゆりさんがそう切り出した。どうしてですか？あの時のことずっと考えてたの。どうしてそこまでお金に執着がないの？普通の人なら、あの時のお礼くらい受け取ってたわよ。言葉を濁すゆりさんに、俺は少し考え込む。窓の外を流れる景色に目を向けながら、話すべきか迷った末、意を決して口を開いた。実は、俺は深く息を吸い込んだ。バックミラーに映るゆりさんの眼差しには、純粋な好奇心が浮かんでいた。俺の父も、昔は会社の社長でした。え、そうなの？大手商社の社長で、会社は順調でした。父は誇り高い人間で、常に、お前は俺の息子なんだと誇らしげに言っていました。思い出すのは、高層ビルの社長室。大きな革張りの椅子に座り、窓越しに街を見下ろす父の背中。そして、そんな父を見つめる俺。父の意向で、オックスフォード大学に進学しました。将来は会社を継いでもらう。だから、しっかり勉強してこいって。父は資材を投げ打ってまで、俺に最高の教育を与えようとしました。そして俺も、父の期待に応えようと一生懸命でした。信号が赤に変わり、車は静かに停止する。でも、人生って何が起こるかわからない。父の会社が突然の倒産。50億円もの借金を背負うことになったんです。窓の外を流れる景色が、まるで当時の記憶のように過ぎ去っていく。父は、その日を最後に姿を消しました。残されたのは借金と病に伏せった母。ハンドルを握る手に少し力が入る。その後の就職活動はまさに地獄でした。
声がわずかに震える。あの頃の記憶が今でも生々しく蘇ってくる。オックスフォードを出て、父の会社で数年間の実務経験もある。そんな俺があんなに苦労するとは思ってもみませんでした。雨粒が窓を伝え落ちていく様子が、あの日々の記憶と重なった。最初は自信がありました。これだけの経歴があればって。でも、履歴書を出した会社から返ってくる返事は、すべて同じでした。受付で履歴書を返却されたこともあった。十数社目だったろうか。形式的な謝罪の言葉の後ろに、本当の理由が見え隠れしていた。もう誰もが知っている。50億円の負債を残して夜逃げした社長の息子。そんな俺を誰が採用するだろう。母の病院の廊下で請求書を握りしめながら天井を見上げた日もあった。オックスフォードの卒業証書を見つめながら、おえつを漏らした夜もある。高級なフレームに収められた証書は何の価値も持たない。むしろ足かせになっていた。オーバースペックという言葉で断られることもありました。履歴書から学歴を消そうとしたこともある。でも、その空白がまた新たな疑問を呼ぶ。何もかもが俺の首を絞めていく。街を歩いていても、後ろ指を刺されている気がして、かつての父の取引先の人間に会うのが怖かった。昔の同僚との再会も恐ろしかった。世間の目が常に俺を追いかけてくる。母の容態は日に日に悪化していって、薬代も払えない。そんな日々が続きました。病院からは支払いが遅れているという督促状が届く。看護師からも心配そうな目で見られる。財布の中の千円札が最後の命綱のように思えた。夜の街を歩きながら誰か雇ってくれないかって本当に一生懸命探し回りました。繁華街の片隅でスカウトの男に声をかけられたこともある。その時は一瞬だけ迷った。でも母の顔を思い出して踏みとどまった。俺は父を恨んでいます。なぜ逃げた？なぜ俺たちを見捨てた？そして、時が経つにつれて分かってきたんです。何を？ゆりさんの声はいつになく柔らかだった。お金は人を狂わせる。たくさんあれば幸せになれると思っていた。でも、お金を持っているからといって、本当の幸せが手に入るわけじゃない。俺は、それを身をもって学びました。オックスフォードで学んだ知識も、父の会社での経験も、すべてお金の前では無力でした。突然の倒産で、財産も地位もすべてを失って、でも逆にお金を失って、人の温かさに何度も救われた。バイト先の同僚が無理を聞いてくれたり、病院の支払いを待ってくれたり。だから今はわかるんです。お金は普通の生活ができる程度、それで十分幸せなんです。そうよね。渋谷くんはきちんと自分の意見を持ってる。私何も知らずに本当にごめんなさい。バックミラー越しに映るゆりさんの表情には心からの後悔の色が浮かんでいた。いいえ、むしろ。むしろ？あの夜、ゆりさんを助けられてよかったです。お金じゃない形で誰かの役に立てた。それが純粋に嬉しかった。渋谷くん。だから、あの時感情的になってしまって申し訳ありません。でも、お金のためじゃなく、ただ困っている人を助けたかっただけなんです。車内は静かな空気に包まれる。しばらくして、ゆりさんが小さくつぶやいた。私も変わりたい。え？お金が全てだと思っていた私を変えたいの。渋谷くんみたいに、人の気持ちを大切にできる人になりたい。その言葉に、俺は思わず微笑んでしまう。でも、お金がないと困りますよ。え？だって、今の俺はしっかりお給料をもらって、ようやく母の治療費も払えるようになったんですから。思わず冗談めかして言うと、ゆりさんも柔らかく笑った。それから、俺は泉家の運転手として、着実に信頼を得ていった。渋谷くん、本当に気が利くわね。ある日、ゆりさんがそう言った。俺が彼女の予定を把握し、次の商談場所までの渋滞を避けるルートを提案した時のことだ。ありがとうございます。でも、当たり前のことをしているだけです。バックミラー越しに微笑むゆりさんに、俺は謙遜して答えた。当たり前じゃないわ。予定を把握して、天候や交通状況まで考えて、
そういう気配りって特別な才能だと思うの。ゆりさんの言葉に懐かしい記憶が蘇った。実は、信号待ちで車が止まると、俺は昔の話をした。過去、うちにも運転手さんがいたんです。そういえば、お父様が社長だったのよね。はい。高田さんっていう方で、本当に素晴らしい方でした。思い出の中の高田さんは、いつも背筋をピンと伸ばし、穏やかな笑顔を浮かべている。雨が降りそうな日は、必ず傘を車に積んでいた。急な予定変更にも臨機応変に対応してくれて、当時の俺はそれが当たり前だと思っていました。窓の外を流れる景色に目を向けながら懐かしむように続ける。でも今この立場になって初めて分かったんです。あれは全部高田さんの気遣いだったんだって。ハンドルを握る手に少し力が入る。予定を確認して、天気予報をチェックして、交通情報を調べて、全部が全部誰かのために考え抜いた結果だったんです。同じ仕事について初めて気づけました。そう、よかったわね。ゆりさんの声が優しく響く。バックミラーに映るゆりさんの表情はどこか誇らしげだった。そうやって気づいて自分を変えていける人って私は素敵だと思うわ。その言葉に思わず心臓が高鳴る。昔は当たり前だと思っていたことが、実は誰かの優しさだった。それに気づけたとき、人は少し大人になれるのかもしれないわね。ゆりさんは窓の外を見つめながら、物思いにふけるように続けた。私もあのとき、渋谷くんに言われた言葉で気づいたもの。お金で解決しようとしていた自分の傲慢さに。いえ、そんな。否定しようとする俺の言葉を、ゆりさんは優しく遮った。いいの。だって事実だもの。でも気づけてよかった。今の私は人の気持ちをもっと大切にしたいって思えるようになった。夕暮れの街並みが車窓に映り込む。その光景がどこか特別に美しく感じられた。ねえ、渋谷くん。はい。さっきの言葉訂正させて。ゆりさんの声がいつもより少しかすれていた。何をですか？素敵だと思うわって言ったでしょ？ええ。その思うって言葉が距離を作ってるのだって。ゆりさんが一瞬言葉を詰まらせ、小さな息を吸う。私の中であなたはもう遠くの人じゃないから、毎日会えてこうして話せて一緒にいられる、とても大切な人だから。その言葉の意味を理解するのに少し時間がかかった。え？バックミラーに映るゆりさんの方が夕日に照らされて赤く染まっている。それとも別の理由だろうか。ああ、ほら、着きましたよ。慌てて話をそらす俺。心臓の鼓動がやけに速くなっていた。うん、ありがとう。車を降りるとき、ゆりさんの耳まで真っ赤になっているのが見えた。そして、そんな彼女を見つめる俺自身の方も、確かに熱を持っていた。この恋は、許されるのだろうか。社長のお抱え運転手である俺と、霊場のゆりさん。立場も生まれも、これまでの人生も全てが違う。社会はきっとこの恋を認めてはくれないだろう。それでも、ゆりさんの柔らかな物腰や、時折見せる無邪気な笑顔を思い出すと、胸が締め付けられるような、そして同時に幸せな気持ちになる。彼女の中にある優しさは、決してお金や地位から生まれたものじゃない。純粋な、人としての温かさなのだ。そんな気持ちを抱えながらも、今は仕事に集中しなければならない。明日の仕事に支障が出てはいけない。明日は大きな仕事があるのだ。気持ちをリセットし、翌日を迎える。今日は英国の大手航空機メーカー、ブライトフィールド社との300億円規模の商談がある。創業150年の歴史を持つ名門企業で、世界の航空機製造シェアの 15% を占めている。その社長であるアレックス・マーティンは欧州ビジネス界の重鎮として知られている。今回の商談は次世代航空機の製造に使用する特殊合金の独占供給権をめぐるものだった。社長とユリさんを乗せ、俺は慎重にハンドルを握った。普段以上に緊張感が漂う社内。これまでにない大型案件だとユリさんから聞いていた。
会場であるホテルの地下駐車場に車を止める。大きな商談を前に、車内には独特の緊張感が漂っていた。では、ロビーでお待ちしております。社長とユリさんを見送り、俺は車の周りを点検していた。この後の送迎に備えて、念入りにタイヤの状態まで確認する。聖一坊ちゃん。背後から聞こえた声に、思わず手が止まる。この声は、振り向くと、そこには見覚えのある人物が立っていた。高田さん。まだ黒々とした髪に、白髪が少し混じり始めていたが、背筋を伸ばした凛とした佇まいは、昔のままだ。かつて父の会社で、俺たち家族を支えてくれた運転手。幼い頃から知っている。まるで、第二の父のような存在。会社が倒産してから、もう会えないと思っていた人物が、こんな場所で。そうです。まさかこんな場所で会えるとは。俺も驚きました。まさか本当に高田さんだなんて。高田さんは、ブライトフィールド社の車掌が入ったスーツを着ていた。今日の商談相手の運転手として、この場所にいたのだ。また会えるなんて、本当に嬉しいです。心からの喜びを込めて、俺は声を弾ませた。昔と変わらない温かな眼差し。毎朝必ず見せてくれた穏やかな笑顔。すべてが懐かしく、まるで古いアルバムの中の一枚の写真が、目の前で動き出したかのようだった。私もです。聖一坊ちゃんはどうしてここに？高田さんの声には、少し戸惑いが混じっていた。ああ、実は今、この会社の運転手として働いているんです。俺は名刺を差し出す。それを見て、高田さんの目がわずかに見開かれた。運転手？はい、いろいろありまして。でも高田さんのおかげで、この仕事を選べたんです。私のおかげ？ええ。高田さんの仕事ぶりを間近で見させていただいて。あの頃は、子供で気づきませんでしたが、今になってわかるんです。高田さんがどれだけ素晴らしい仕事をしていたのか。自然と言葉が溢れ出す。どれだけ感謝したかったか。その思いが一気に込み上げてくる。俺の元気がない時は楽しい話で盛り上げてくれたり、父が深夜まで仕事の時は必ず車内に温かい飲み物を用意していたり、一つ一つは小さな気遣いでも、すべてが乗る人の心に寄り添ったものでした。高田さんからはたくさんのことを学んだと今気づけました。だから今の自分の仕事に誇りを持てる。それもすべて高田さんのおかげなんです。心からの感謝を込めて語る俺に、高田さんは何か言い淀むような少し気まずそうな表情を浮かべた。そんな私は。高田さんは言葉を濁し、少し視線を反らせる。その仕草にはどこか落ち着かない様子が見て取れた。その時、ブライトフィールド社の社員が高田さんを呼ぶ声が聞こえてきた。失礼します。では。高田さんは軽く頭を下げ、社員の元へと向かっていった。再会は短いものだったが、心の中はまだ興奮と喜びで満ちていた。ただ、高田さんの気まずそうな様子が少し気になってしまった。ちょうどその時、ゆりさんが慌てた様子で戻ってきた。渋谷くん、大変なの。どうされました？今日の商談、対話も契約も英語なんだけど、通訳の山田さんが急遽体調を崩してしまって、今から代わりの手配をしようとしているんだけど。焦るゆりさんを見て、俺は少しためらいながら口を開いた。もしよろしければ。え？俺でよければ同席させていただけないでしょうか。ゆりさんは目を丸くする。そうだった。渋谷くん、あなた、オックスフォード卒じゃない。英語できるんだったわ。大はしゃぎするゆりさんに少々困ってしまうが、使えないやつだと判断されるよりずっといい。はい、プロの通訳ほどの技量はありませんが、いないよりはマシかと。いえ、きっと大丈夫よ。急いできて。ゆりさんに続いてビルに入り、会議室のドアを開けると、あれ、聖一じゃないか。後ろを振り向いた人物が驚きの声を上げた。ジャック。目の前にはオックスフォード時代の同期生、ジャック・デイビスが立っていた。寮の部屋が隣で、授業でも放課後でもよく一緒にいた親友だ。まさか、こんなところで会えるなんて。ああ、奇遇だね。去年のパーティー以来じゃないか。そうだね。そうか、君がブライトフィールド社の取引相手か。うん、よろしくね。彼の顔を見た瞬間、
あの冬の記憶が鮮明に蘇ってきた。深夜の図書館。窓の外では雪が降り続いていた。ジャックは血の気が引いた顔で、俺に全てを打ち明けた。俺、論文の研究データを全部間違えてたみたいなんだ。提出期限まであと1ヶ月。1年かけて集めたデータの解析方法が根本から間違っていたことに気づいたジャックは完全に心が折れていた。もう間に合わない。留年は避けられない。そうしたら父は。家族の期待を一身に背負い、常にトップクラスの成績を維持してきたジャックにとって、これは人生最大の危機だった。諦めないで、手伝うよ。その夜から、俺たちの戦いが始まった。図書館に缶詰になり、データの再解析に没頭した。父から、企業の財務分析について学んでいた俺は、こういうことに人一倍詳しかった。寝る間も惜しんで、二人で新しいアプローチを考え、データを検証し直していった。徹夜の日々が続き、時には諦めかけるジャックを、俺は何度も奮い立たせた。お前なら必ずできる。その言葉に、どれだけ救われたか、と、ジャックは後に何度も語ってくれた。結果として、彼の論文は学部で最高評価を受けた。指導教授からは、斬新な分析手法を評価されたという。そんなジャックは今、質のいいスーツに身を包み、満面の笑みを浮かべながら近づいてくる。俺たちが英語で気さくに話しているのを見て、泉社長もゆりさんも意外そうな表情で見ている。君たち知り合いなのかい？はい、大学の同期です。寮の部屋が隣で、本当に親しかったんですよ。それは心強い。泉社長は満足げにうなずいた。渋谷君、君なら問題ないね。頼めるかい？はい、できる限り勤めさせていただきます。今日は懐かしい人に会う日だ。かつて世話になった高田さん、そして親友のジャック。不思議な巡り合わせに運命の意図を感じずにはいられない。そんな思いを胸に、俺は通訳としての役目を果たすべく、背筋を伸ばした。商談は順調に進み、滞りなく終盤を迎えていた。握手をする泉社長とアレックス社長の表情には満足の色が浮かんでいる。俺の通訳を介して、彼らの間で最後の言葉が交わされた。いやー、君の通訳のおかげで滞りなく商談が進んだよ。アレックス社長が俺に向かって言う。その横でジャックが嬉しそうにうなずいていた。聖一、やっぱり英語力は健在だな。ありがとうございます。ジャックの言葉に照れながら答える。それから確認のために調印前の契約書に目を通した。あれ？俺の視点がある場所で止まった。じゃあこれで契約を結ぼうか。ここにサインを。ちょっと待ってください。アレックス社長の言葉を遮り、俺は契約書のある部分を何度も何度も読み返した。これは。どうしたんだね。ほら、我々も急いでいるんだから、契約書を渡してくれるか。アレックス社長が契約書を取り上げようとしたので、さっとかわす。泉社長、精査したい箇所が見つかりましたので、調印は後日改めてということでも大丈夫でしょうか。俺の進言に、泉社長は深くうなずいた。そうか、わかった。今日の調印は見送りとしよう。アレックスさん、申し訳ないが、再度の契約書の確認と修正をお願いしたい。アレックス社長は不満げな表情を浮かべながらも、場の空気に押されて合意せざるを得なかった。調印は一週間後に延期された。その夜、オフィスで契約書を睨みつけながら、俺は深いため息をつく。確かに、この契約書にはある秘密が隠されている。しかし、決定的な証拠がない。このまま疑念だけで取引を潰せば、泉グループの信用問題にも発展しかねない。かといって、このまま契約を結ばせるわけにもいかない。どうすれば。机に突っ伏して考え込んでいると、携帯が鳴った。見知らぬ番号からだった。もしもし、渋谷です。聖一坊ちゃん。懐かしい声に、俺は思わず息を飲んだ。高田さん。かつて、父の会社で運転手を務めていた高田さんだ。まさかこんな時に。お話があります。今会えませんか？その声には、何か切迫したものが感じられた。それから一週間後、光り輝く高層ビルの最上階、格調高い会議室に、関係者が再び集まっていた。なぜだ？
なぜ突然契約を白紙に戻すと言い出すんだ。アレックス社長の声が会議室に響き渡る。先ほど泉社長から契約を見送らせていただくと告げられ、まともに取り繕う余裕すら失っているようだ。これまでの準備は一体何だったんだ。我が社の損害は計り知れない。お待たせしてすみません。ですが、この契約においてどうしても確認していただきたいことがあります。俺は静かに、しかし確かな声で切り出した。震える手で額の汗を拭うアレックス社長。この一週間で得た確信が俺の背中を支えていた。高田さんから聞いた話、そして俺が持っていた証拠、今こそ全ての真実を明らかにする時だ。俺は静かに、しかし確かな声で切り出した。英語と日本語でそれぞれ説明する。この契約書の第7条の箇所、英語では全ての権利を譲渡するとなっていますが、和文では権利の一部を譲渡するに変わっています。え？さらに第12条の保証条項、英文では泉グループの全面的な保証を求める内容になっていますが、和文ではその部分が大幅に緩和されています。アレックス社長の表情がわずかにこわばる。これでは泉グループが想定以上のリスクを負うことになります。しかも和文と英文で解釈が異なれば、後々大きな紛争の種になりかねない。泉社長が素早く契約書に目を通す。ユリさんも俺の指摘した箇所を真剣な表情で確認していく。アレックス社長、これはどういうことですか？アレックス社長は焦りを隠せない様子で慌てて言い訳を始める。いや、これは単なる翻訳ミスでして。本当にそうでしょうか？俺は冷静に切り返す。このような重要な契約書で、これほど多くの翻訳ミスが偶然生じるとは考えにくい。むしろ、意図的ではないですか？アレックス社長の額から冷や汗が流れ落ちる。重苦しい空気の中、俺は続ける。しかもこれ、父の会社を倒産に追い込んだ契約書と、全く同じ手口です。そう。俺の家族をめちゃくちゃにした、元凶となる契約。父がいなくなった社長室を片付けている時に発見した、ひどい内容の契約と同じだった。父の会社が開発していた、航空機用特殊合金の製造技術。それは、世界でも最先端を行く技術で、完成すれば、業界に革命を起こすと言われていた。しかし、航空機用の特殊合金に関する契約書の英文では、すべての技術と権利を譲渡、となっているのに、和文では、一部の権利のみ譲渡、さらに、違約金の条項も、英文ではプロジェクト総額と明記されているのに、和文では、協議の上で決定という曖昧な表現になっていた。この契約を根拠に、巨額の違約金を請求され、父の会社は倒産、50億円の負債を背負うことになったのだ。今、目の前にある契約書も、全く同じ手口。二度と、誰かの人生を狂わせるわけにはいかない。俺の言葉に、アレックス社長の表情が一変した。この契約書を、一から見直しましょうか。条項ごとに、英文と和文の違いを、すべて丁寧に。俺の言葉に、アレックス社長の顔が青ざめた。私の名前は渋谷誠一。7年前、あなたの詐欺まがいの契約で、倒産に追い込まれた、渋谷工業の、社長の息子です。会議室が水を打ったように静まり返る。アレックス社長の目が見開かれ、一瞬の動揺が走った。だが、すぐに取り繕うように冷笑を浮かべる。ほう、渋谷工業の。だが、何の証拠もない言いがかりだ。あの件は正当な契約だった。君の父親が無能だっただけだよ。本当にそうですか？契約書の英文と和文の意図的な食い違い。通訳への圧力、すべて7年前と同じ手口です。ざれ言。そもそも、なぜ突然の通訳の体調不良なんて起きたんでしょう。山田さんに何か圧力をかけたんじゃないですか？うん。お前に何がわかる。証拠も持たないくせに。いいかね、渋谷君。一運転手ごときが世界的企業の社長に対してこのような無礼な発言をするとは、冗談でも笑えないね。震える手でハンカチを取り出し、額の汗を拭う。その仕草にも焦りが見える。突然、アレックス社長は泉社長の方を向いた。
泉くん、君の会社は優秀な取引先をこのように詐欺扱いするのかね。しかも一階の運転手ごときに。これは重大な信用毀損だ。アレックスさん、考えたまえ。我々の取引が破談になれば、君の会社の株価にどれだけの影響が出る。投資家はどう反応する？この件をメディアが知れば。俺は申し訳ない気持ちでいっぱいになる。自分の行動が会社に迷惑をかけているのではないか。だが、泉社長はニコリとも笑わなかった。アレックスさん、私の社員を脅すのはやめていただけませんか？ああ！渋谷君を一階の運転手と侮辱なさいましたが、彼の指摘が正しければ、これは由々しき問題です。社運をかけてでも、徹底的に調査させていただきますよ。泉くん、我々の長年の付き合いも。付き合いなど関係ありません。不正は不正です。そうか。ではこいつを名誉毀損で訴えてやる。お前の人生二度と這い上がれないようにしてやるよ。そうだ。お前の母親は入院してるんだってな。治療費を払えなくなるのが一番答えるかな。一生払えないほどの額を請求してやるよ。お前の親父のようにな。その言葉に俺の拳が震える。社長！ジャックの叫びが響く。その声は震え、顔は蒼白となっている。もうやめませんか？ジャック黙っていろ！命令だぞ！アレックス社長の怒声が会議室に響き渡る。その目は、まるで毒蛇のようにジャックを睨みつけていた。お前の家族がどうなってもいいのか？うん。その脅しに、ジャックの体が小刻みに震える。だが、彼の目には決意の色が浮かんでいた。俺は、言葉に詰まるジャック。その目からは、大粒の涙がこぼれ落ちる。もうこれ以上、誠一を裏切れません。その叫びには、長年抱え込んできた苦悩と、それを振り払おうとする決意が込められていた。誠一、俺は7年前、君の父親の会社を担当していたんだ。震える声で、ジャックは告白を始めた。その表情には、言い知れぬ後悔の色が浮かんでいる。当時は何もわからなかった。ただの新入社員で、上司に言われるがまま英文の契約書を作成して、お前の言う通り、誤訳を使った詐欺まがいの契約書だ。ジャックは顔を両手で覆い、肩を震わせる。でも一度その手に手を染めてしまったら、もう後には引けなかった。毎日毎日両親の呵責に苦しめられて。その告白に、会議室は水を打ったように静まり返る。ジャックの声は、懺悔するように震えていた。家族の写真を見せられて、これは保険だって。アレックス社長に脅された。毎晩悪夢にうなされた。誠一の笑顔が出てきては消えていく。それでも家族を守るために。アレックス社長は、憤怒の形相でジャックを睨みつけている。何を言ってるんだ。証拠などないくせに、お前のザレ言など誰が信じる。アレックス社長の声が会議室に響き渡る。その表情は、もはや取り繕う余裕すらない。会社を陥れるような嘘をつきやがって、この裏切り者が。アレックス社長は、机の上の書類を振り払うように投げ散らした。契約書が宙を舞い、静かに床に落ちていく。お前らなんかみんな消してやる！家族もろとも！その脅しの言葉に、ジャックは震えながらも、毅然とした態度を崩さない。もう、脅しは聞きません。ジャックの声は、小さいながらも確かな響きを持っていた。誠一、本当にごめん。ジャック。すべてザレ事だ。誰が信じる。証拠はあります。俺は静かに、しかし確かな声で言った。その瞬間、会議室のドアが開く。私が証言します。そこには、高田さんが立っていた。その手には、一冊の手帳が握られている。高田貴様！アレックス社長の声が、さらに荒々しくなる。私は誠一坊ちゃまや、渋谷社長の元で働いていた時から、両親の借金に追われていました。数年では到底返せない額です。高田さんの声は震えていた。その目には、深い後悔の色が浮かんでいる。そんな時に、アレックス社長と出会いました。借金を肩代わりしてやると言われて、渋谷社長の情報を売ってしまったんです。言葉を詰まらせながら、高田さんは続けた。会社の機密情報、特に新規開発中だった。
航空機用特殊合金の製造技術に関する書類を毎週少しずつ写真に撮って。声が震えている。かつて信頼されていた立場を利用した背信行為を告白するのが辛いのが伝わってくる。渋谷社長の予定表や取引先との打ち合わせ内容、すべてアレックス社長に伝えていました。おかげで彼は常に一歩先を読んで会社を追い込むことができた。高田さんは深々と頭を下げた。その背中は罪の重さに耐えかねているかのように丸まっている。会社の機密が次々と漏洩し、重要な商談はすべて不調に終わり、私の裏切りのせいで渋谷社長は追い込められていったんです。毎日毎晩両親が痛みました。渋谷社長にあれほどよくしていただいたのに、誠一坊ちゃんにも。その声は涙で濡れていた。何年経っても後悔はつきませんでした。ですが誠一坊ちゃんは高田さんの仕事を手本にしていると言ってくださって、私は本当になんと愚かな、なんと恥ずべき行為を、お世話になった方々に恩をあだで返すような。もういいんです。俺の声が静かに響く。高田さん、もういいんです。高田さんが顔を上げる。その目には驚きの色が浮かんでいた。坊ちゃん。高田さん、あの頃僕たち家族のためにどれだけ尽くしてくださったか僕は覚えています。俺はゆっくりと高田さんに近づく。夜遅くまでの送迎、休日返上での運転、母の具合が悪い時は勤務とは関係ないのに病院まで走ってくださって、思い出が走馬灯のように蘇ってくる。あの優しさは嘘じゃなかった。借金に追われて、追い詰められて、でもそれでも高田さんは今こうして真実を話してくれた。高田さんの目から大粒の涙が落ちる。もう十分です。その言葉に高田さんの咳が切れた。その場に膝をつき、声を上げて泣き崩れる。申し訳ない、申し訳ない。立ってください、高田さん。俺はその肩に手を置いた。すると高田さんは震える手で一冊のノートを差し出した。これが俺が高田さんに頼んだもの。先ほど俺はアレックス社長の不正の証拠を持っていれば持ってきてほしいと依頼していたのだ。坊ちゃん、これが全てを記録した手帳です。アレックス社長との密談や不正な取引の詳細を記しています。お前、そんなもの。アレックス社長の声がかすれる。その顔からは血の気が引いていった。それにこれも。ジャックが立ち上がり、自身のスマートフォンを取り出す。すべての会話録音してありました。スマートフォンから再生される音声、そこにはアレックス社長がジャックの家族を脅す声がはっきりと記録されていた。もちろん高田さんを脅迫している音声も。貴様ら。アレックス社長、もう観念したらどうですか。泉社長がアレックス社長の真正面に立つ。渋谷君のことだから今の会話もすべて録音しているでしょう。俺ははっきりとうなずいた。もうあなたはどこにも逃げられません。示談で済ませようなどという甘い考えも通用しませんよ。アレックス社長はその場に崩れ落ちるように座り込んだ。長年の悪事の末路はあっけないものだった。ユリさんが部屋の隅で警察に電話をかけている様子を横目で見ていると、ジャックが涙ながらに俺に近づいてきた。ジャック。本当に、本当にごめん。あの時、君の会社が経営危機に陥った時、俺にも何かできたはずなのに、そもそも俺が。もういいよ。俺は親友の肩を軽く叩いた。ジャックは真実を話してくれた。それだけで十分だ。ジャックは声を詰まらせながら深々と頭を下げる。これから全て話すから、裁判でも何でも。一連の騒動が落ち着き、会社に戻ったのは20時過ぎ。事情聴取などでみんな疲労の色が抜けない中、泉社長が俺を呼んだ。今回の君の活躍には本当に感謝している。見事な判断力と正義感。君のおかげでうちの会社は救われた。社長の言葉にゆりさんもうなずいている。それで一つ提案なのだが、ぜひともうちの経営企画部で働いてもらえないだろうか。突然の申し出に俺は目を丸くする。運転手としての君の仕事ぶりも素晴らしかった。でも君の本当の力は
もっと広い舞台で活かせるはずだ。社長の言葉に、ゆりさんが満面の笑みを浮かべる。私も、その方が嬉しいな。社内のおしゃべりだけじゃ物足りないもの。ありがとうございます。お受けします。深々と頭を下げる俺に、社長は満足げにうなずいた。それから数ヶ月が経った。大手アメリカ企業社長、詐欺容疑で実刑判決。新聞やニュースでは、アレックス社長の事件が大きく報じられていた。複数の企業への詐欺行為、従業員への脅迫、その悪事の数々が次々と明るみに出る。もろもろが落ち着いたある休日、ジャックが俺のオフィスを訪ねてきた。彼は執行猶予付きの判決を受け、すでに退職していた。判決が出たよ。ジャックの声はどこか安堵に満ちている。そうか。うん。情状酌量が認められて、でもこれでよかったんだ。彼の表情にはもう迷いはなかった。長年の重荷から解放されたような、清々しさすら感じられる。これからどうするんだ？実は、NGO で働くことにしたんだ。ジャックは照れくさそうに言う。途上国の金融教育支援をしている団体でね。今までの経験を、今度は人のために使いたいんだ。その言葉に、俺は思わず微笑んでしまう。似合ってるよ、その選択。ありがとう。誠一のおかげだよ。君が自分に正直になる勇気をくれた。窓の外では新緑の風が吹いていた。また会おう。あ、今度は胸を張って。固い握手を交わし、ジャックは颯爽と去っていった。経営企画部に移動してから、俺の毎日は目まぐるしく変化していった。渋谷さん、この企画書、素晴らしいです。新規事業の提案が次々と採用され、会社の業績は着実に上向いていく。運転手時代に培った現場感覚と、オックスフォードで学んだ理論、その両方を活かせる立場にやりがいを感じていた。さすが渋谷くん。ゆりさんが満面の笑みで言う。彼女とは今では同じフロアで働いている。これで三つ目の企画が採用ね。ゆりさんのサポートがあってこそです。もう謙遜しないで。彼女は少し頬を膨らませる。最近では、そんな仕草さえも愛おしく感じてしまう。ねえ、今度の土曜日予定ある？突然の誘いに心臓が高鳴る。いえ、特には。じゃあ、ゆりさんの方が薄く染まっていく。美術館で面白い企画展があるの、よかったら。その言葉に、俺の方も熱くなる。ぜひ、休日、美術館でのデートはまるで夢のようだった。この絵素敵ね。ゆりさんが一枚の絵の前で足を止める。薄暗い美術館の中で、彼女の横顔が柔らかく浮かび上がる。絵のタイトルは、傲慢。豪奢な衣装に身を包んだ人物が、うつろな目で何かを見つめている。ねえ、渋谷くん。はい。私ね、昔は本当に傲慢だった。静かな声で、ゆりさんが語り出す。お金が全てだと思ってた。人の気持ちなんて、お金で何とでもなると思ってたわ。でも、あの夜、困っている私を助けてくれた時から、変わり始めたの。彼女は、ゆっくりと俺の方を向く。あなたと出会えて本当に良かった。その瞬間、俺の心臓は大きく跳ねた。まるで、すべての感情が一気に溢れ出すような。ゆりさん、僕も。言葉に詰まる。でも、もう隠す必要はない。僕も、あなたのことが好きです。声が震えている。でも、これほど確かな気持ちはない。ゆりさんの目に大きな涙が溢れた。でも、その表情は幸せに満ちている。私も。展示室の隅で、俺たちは手をつなぎ合った。月曜日、泉社長に呼び出された。実中ハック、ゆりさんとの件だろう。渋谷くん、君と娘のことは知っているよ。というか、昨日の夜、あまりにもゆりが浮かれていてね、聞き出してしまった。緊張する俺に、社長は穏やかな笑みを浮かべる。二人の仲を、私は誰よりも応援している。社長。それに、社長は立ち上がり、窓の外を見つめた。今すぐとは言わないが、私も年だ。会社の未来を託せる人物を探している。はい。君なら、この会社をきっと良い方向に導いてくれる。え？そんな、俺なんてまだまだで。いや、君ならきっとやれる。
私にはそう確信できる。ユリと二人三脚で頑張ってほしい。わかりました。努力いたします。社長の言葉には深い信頼が込められていた。俺は一日中夢見心地だった。今日言われたことは現実なのか、俺に会社の代表なんて。悩み続けていたその週末、土曜の夜。坊ちゃん、申し訳ありません、こんな時間に。携帯電話から響く高田さんの声は、どこか落ち着かない様子だった。高田さん、どうかしましたか？はい、実は、渋谷社長のことで。その言葉に、俺の心臓が跳ねた。父の話。人捨てに聞いたのですが、社長が、神戸の六甲山近くの施設で暮らしているとの情報を。手が震える。11年。父の姿を見ていない年月が一気に押し寄せてくる。本当ですか？はい。ただ、確実な情報ではないので。場所を教えてください。俺の声が震えていた。高田さんは少しためらった後、ゆっくりと住所を告げる。今から行きます。え、今からですか？はい。今から父に会いに。電話を切ると、すぐにゆりさんに連絡を入れた。事情を説明すると、彼女はすぐに理解を示してくれた。気をつけて行ってきて。私も、渋谷くんがお父様と会えることを願ってる。温かい言葉に背中を押され、俺は車を走らせた。深夜の高速道路を疾走する車の中で、様々な感情が押し寄せてくる。怒り、寂しさ、そして切なさ。なぜあの時何も言わずに消えたのか。なぜ、俺たちを置いていったのか。母は、どれほど寂しい思いをしたことか。街灯が光の帯となって、車窓を流れていく。その度に、記憶の中の父の姿が蘇る。お前は俺の息子だ。誇らしげに、そう言ってくれた父。オックスフォードの合格通知を見た時の、あの満面の笑み。会社が軌道に乗り始めた頃の、自信に満ちた背中。すべてが、あの父さんと共に消え去った。なぜだ、父さん。ハンドルを握る手に力が入る。でももう会える。11年分の思いをすべてぶつけることができる。夜が明けかかる頃、目的地に到着した。六甲山の中腹に立つ小さな療養施設。ナースステーションで父の名前を告げると、スタッフは少し驚いた表情を見せた。渋谷様でしたら、今朝散歩に出られました。山の遊歩道を歩かれているはずです。俺は案内された方向へと足を向けた。朝もやの立ち込める遊歩道をゆっくりと進んでいく。木々の間から差し込む朝日が幻想的な光景を作り出している。そして、遠くに一人の後ろ姿が見えた。少し痩せて、髪も白くなっている。でも間違いなく父だった。父さん。声が震えていた。その声に、父はゆっくりと振り向く。聖一。目が合った瞬間、父の目から大粒の涙がこぼれ落ちた。本当に聖一なのか。父さん。俺は走り出していた。父との距離を縮めていくたびに、様々な感情が押し寄せてくる。会えた喜び、置いていかれた寂しさ、理由を知りたい焦り、そしてずっと抱えていた怒り。なんで何も言わずに消えたんだ。父の目の前で立ち止まり、叫ぶように問いかける。母さんはどれだけ苦しんだと思ってるんだ。俺だって。言葉が途切れる。目の前で、父が深々と頭を下げていた。すまない。本当にすまなかった。父の声は、かつての威厳を失っていた。そして、体もすっかり弱っているように見える。父がふらついたので、とっさに支え、近くのベンチに座らせた。自動販売機で緑茶を買って手渡す。ペットボトルの蓋を開けることすら苦戦していたので、代わりに開けてやった。父は緑茶を一口飲むと、つぶやくように話し始めた。ブライトフィールド社に落とし入れられたことは、もう知ってるな。私もニュースで見たよ。うん、全部わかってる。当時、私もアレックスの罠に気づいた。英文と和文の契約書の違い、不自然な取引。すべてが見えてきた。父はゆっくりと顔を上げる。その目には深い悔恨の色が浮かんでいた。だがもう遅かった。家族の命が大切か、それとも会社か、そう言われた。あの頃は何かと物騒で、
彼に逆らった人間が何かしらの事故に巻き込まれる話もあったんだ。そんなことが。確かに、あの人なら言いそうなことだ。高田さんもジャックも、そうして道を踏み外した。風が吹き抜ける。木々が静かにざわめく中、父は続ける。お前と妻を守るためには、姿を消すしかなかった。アレックスは本気で危害を加えるつもりだった。だから、でもなぜ話してくれなかったんだ。抑えきれない感情が溢れ出す。俺たち家族なのに、どうして一人で抱え込んだんだ。俺は父さんを恨んでしまったじゃないか。声が上ずる。目から涙が溢れ出す。父さんが消えて、俺たちはどれだけ苦しかったか、どれだけ寂しかったか、わかってるのか。父は、息子の怒りの言葉をすべて受け止めるように、黙っている。その目からも、大粒の涙がこぼれ落ちていた。わかっている。わかっているんだ。毎日毎日、お前たちのことを考えていた。正直に話せばよかったと何度も後悔した。父は両手で顔を覆い、肩を震わせる。でももう戻れなかった。お前たちの無事を確認するだけで精一杯で、そうこうしているうちに時間だけが過ぎていって。朝日が二人を包み込む。聖一、本当にすまなかった。いくら恨んでくれても構わない。お前にも母さんにも、本当に苦労と心配をかけた。父が、深々と頭を下げる。その背中は、かつての威厳を失い、小さく見えた。父さん、俺は、ゆっくりと、父に近づく。もういいよ。もう、恨んでないから。父の肩に、そっと手を置く。え？父が顔を上げる。その目には、困惑の色が浮かんでいた。もう十分だよ。ごめん。さっきはいろいろ言いすぎた。胸の中で、長年溜まっていた感情が溶けていく。父さんは、俺たちを守ろうとしてくれたんだ。それは分かった。確かに、話してくれればよかった。でも、言葉を選びながら、ゆっくりと続ける。父さんも一生懸命だったんだよね。アレックスに脅されて、俺たちのことを考えて。遠くで、鳥のさえずりが聞こえる。朝もやが晴れていく中、父と息子は向かい合っていた。父さん、もう帰ろう。え？母さんも会いたがってるから。その言葉に、父の目から再び涙が溢れ出す。でも、私にはそんな資格。違うよ。俺は強く首を振る。父さんは、俺たちを守ろうとしてくれた。その思いは、ちゃんと伝わった。母さんもずっと、父さんの心配してたよ。だから、深く息を吸い、言葉を紡ぐ。帰ってきて、寂しいよ。その瞬間、父が俺に抱きついてきた。すまない、ありがとう。父の肩が大きく震える。俺も、もう涙をこらえることはできなかった。お帰りなさい、父さん。朝日に照らされた遊歩道で、11年分の思いを込めて抱き合う親子。木漏れ日が、その光景を優しく包み込んでいた。これから歩んでいく道のり、泉グループの未来も、ゆりさんとの人生も、すべてが新しい挑戦となる。でも、もう迷うことはない。大切な人たちの気持ちを思いながら、一歩一歩、確かな足取りで進んでいけばいい。それが、この長い物語から学んだ、最も大切な教訓なのだから。これからも、よろしくお願いします。ゆりさんの言葉に、家族全員が温かな笑顔でうなずいた。静かな午後のリビングで、新しい家族の物語が、確かに、始まろうとしていた。